最後の力は凄まじかったの。しかしこれで奴らも終わりじゃ。俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね、頼んだわよ。あなたはゴハン君たちの方ね。すでにフリーザとの戦いが始まっているはず。さっき空が暗くなっていたから歴史通り二人がドラゴンボールを使ったんだわ。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。状態か。小さくなってさっぱりしちまって、迫力が外見だけで実力を判断するなといういい日本だ。ずっと可愛かったぜ。ちくしょう、せっかく苦労させてドラゴンボールで願いを叶えてもらったのに。すまなかった。とてもじゃないが、お前たちを助けられそうもない。約束でしたのに。地獄以上の恐怖を見せてあげる。真の力を見せたフリーザはただでさえ別格じゃというに、トアの奴めこっそり力を貸しとるな。もう少しで悟空が来るはずじゃからの、頑張って持ちこたえるんじゃぞ。貴様らにいいものを見せてやろう。まさかお前勝つ自信があるというのか。まあ、勝つ自信があるというのか。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなった。今のうちにそうやってニヤニヤ笑っとろう。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談だっけ。ちょっと本気でスピードを上げたらついてこられないのかな。それでもスーパーサイヤ人なのかな。バカな。すまらん、戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけど、とどめを刺しちゃう。はっ、せいっ、いやっ、うらやっ、はっ、うわ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 っ、うらやっ、せいっ、いやっ、かっ、遅くなったらすまなかった。あとはオラが何とかする。カカロット、ゴミの位置だ。イエロフリーザだ。サイヤ人の星惑星ベジータを破壊しやがった。頼むフリーザ、フリーザを倒してくれ。頼む。ベジータ、まだくたばってなかったな。しぶといやつだったよ。しつこいやつだね。さすがにちょっとムッときたよ。オラもだ。ウォーミングアップはこれくらいにして、そろそろその気になろうか。そう、オラもだ。オラも少し分けてもらうぞ。さあ誇りを。オラ地球育ちのサイヤ人だ。俺たちに殺されたサイヤ人たちのためにも。そしてこのナメック星、おめえちょっと頼まれてくれっか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。うまくいくかわかんねえが、やるしかねえんだ。
倒すことができる。体力は死ぬかもね。生かしては解散ぞ。やめろフリーザー。悟空許さんぞ。欲望は怒ったぞ、フリーザー！うわっ！はぁ！うん、正しい歴史の流れになってきたわ。悟空くんにも辛いかもしれないけどね。どうすん、ごはん、これを連れてさっさと地球へ帰れ。あ、なに、俺の理性がちょっとでも残っている。とっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿待ってるよ。もう謝っても許さないぞ。何者だ。国ご存知なんだよ。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ち、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この後に及んで身の安全を図ると、やはりお前は甘い。お前は このクーラは弟のようにはいかんぞ。フリーザの兄貴だぞ。どうなっとるんじゃ。見せてやるぞ、 100% の力を。待たせたね。こいつがお望みのフルパワーだ。ああ、始めようか。時間がねえんだ。早いとこ片付けようぞ。
あのガキたちがこの星を脱出するための、俺たちがそれを見逃すと思うか。時間稼ぎだと、そんな必要はない。貴様は死ぬ。俺からここで、でかい口を引くのもそこまでだ。今すぐ黙らせてやるぞ。この星もろとも消し去ってやる。いいだろう。今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。ドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。だが最後の決着は俺につけさせてくれ。ハンキュー。